はい、えー。冒険家の皆さん、こんにちは。えー、このビデオでは、えっ、ー、と、Google フォームの、えー、自動採点の、えー、機能をご紹介したいと思いますが、まず最初に、どういうものが結果として作れるかというところを最初にご紹介したいと思います。つまり、ゴールですね、ゴール。はい。えー、この、えっ、ー、と、えっ、ー、とですね、あ、ちょっと待ってくださいね。えー、今見えますでしょうかこの一番上のリンクですね。この一番上のリンクを開くと、えー、こういう感じで、 えー、Google フォームが開,いあの開くことができます。で、えー、ここにはですね、このリンクが貼ってあります。で、えー、このリンク別に読まなくてもいいんですが、一応ですね、まあ一応開けるだけ開いてみ、開いてみましょう。でここに、えーと、こういうふうに記事があって、で、えー、質問はですね、誰が主人公ですかっていうところなんですよ。で、えー、ここのところに、えー カフェのウェイトレス、ナターシャが主人公っていうふうに書いてありますね。ですからもう一回、さっきの質問に戻って、え、見てみましょう。まあ、こ番号は何番でもいいです。え、1298とかですえ、何番でもいいですよ。はい。うん、名前は、えー、冒険家。はい。<laughs> で、ここが問題ですね。質問ですね。え、さっきウェイトレスって書いてありましたから、ここをウェイトレスにして、サブミットしてみましょう。はい。え、で、 この、ビュースコアですね、えー。ビュースコアというのを見てみると、うん、はい、100点というのはわかります。右上のところに100点って書いてありますね。はい。で、えーと、一応、うん、あ、ここが正しいですよっていう意味で、こういう,うにここにチェックマークが入っています。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今度はわざと間違ってみましょうか。わざと間違って、うん、もう一回ここですね。この一番上のリンクを、えー、開いてみます。 え、ここは適当にまた、えっ、ー、と、1298とか、あれ何年がつくんだ。まあ、い,いや、えー、名前、冒険家村上。さっきウェイトレスで正しかったですよね。で、今度映画監督の監督って風にやってみて、サブミットしてみましょう。はい。で、そうするとこういうふうにできますからあの、さっきと同じですね。ViewScore、ここを見てみると。はい。えー、1一応右上のところを見てほしいんですけど、 100分の0点になっているのが分かると思います。で、えー、主人公の仕事は何ですかここのところがさっき監督としたらバッテンになっていて、で、コレクトアンサーはウェイトレスですと書いてありますね。で、えー、フィードバックのところに4番ウェイトレスが正解です。ランダウが勤めていた物,、えー、物理工学研究所に併設されたカフェのウェイトレスナターシャが主人公となると書いてありますね。というふうに。 説明が書いてあります。こういうのを、あの、やるとですね、とても簡単に、あの、採点の結果も見ることができます。そして先生が自分で採点をしなくなるというですね、採点を、する必要がなくなるというですね、そういうとても便利なものですから、ぜひこれを身につけて、無駄な仕事をしないで済むようになっていただければと思います。はい。それでは、私のビデオ、ここまでです。 失礼します。